占いワイドショー。はい、ワイドショーです。はい、はい、本日はですね、考え事をしていて追突事故を起こした木村拓哉さんが何を考えていたのか占う。くだらないよな、本当にな。くだらなくない、なんかないのか他に。いやいや、これはね、もうみんな注目を、ね、してる話題ですから。これはしてる、してますよ、それはもちろん。そうですよ、長谷川さんが気になって夜も眠れないっていうのは知ってるけどさ。そうなんですよ。いやいやいや、ただね、これ実は占い師的にすごいこのテーマがいいのは、あの、本人以外には絶対事の真相がわからないから何言っても大丈夫なんですよ。なるほどね、ご本人が何を考えてたからか、何考えてたかなんで、俺何言っても大丈夫だなと。本人から否定されない限り俺絶対大丈夫なんで、なんて楽なテーマだと思ってるんだけど、占い師的には、占い師的にはやっぱね、時期が時期だったからあのことを考えたんじゃないかっていう大方のね、方の予想はそうなんですよ。え、それリリカ様の結婚ですか。いや、リリカ様の結婚ではないです。テーマそれじゃなくて、それじゃないですよ。まあ、時期が時期だから。そうですよ、時期が時期だからね。わかりましたよ。はい、まあ、でね、こういう場合ってやっぱりその駅で、もう困ったら大体駅で見ますんで、駅立てております。はい、ババンとこういう感じになっております。はい、はい、またこうごちゃごちゃいろんなことが書いてあるわけですが、ですね、面白かったのが、ど真ん中のところに「大化」っていうのがありまして、はい、これ「大きく過ぎる」って書いてあるんだけど、この「化」っていうのは過ぎるであると同時に災いでもあるので、なんかでっかいトラブルを起こしましたねっていうのはここに出てるんですよね。でいかにもな感じになってると、でしかも「拓風」、まあ、ここ「拓風大化」でちょっと掘り下げますとね、こっちからこうやって進んでいこうとしてるやつがですね、引っかかって抜き差しならなくなるみたいな感じの件なんですよね。だから、あ、止まろうと思って止まれなかったのねみたいな感じだよっていうのがあるわけですけども、出てるんですね。まあ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 。で、あとタイミング的にも拓展開っていうのは、まあ、堤防決壊の毛とかね、その止まってたものがやっぱりボコンって壊れてしまうとかっていうのがあって、まあ、もちろん本人今回のテーマが精神状況どうだみたいなことだったので、平気な振りはしてるけど、はい、やっぱり進路を立たってるのは事実だと思うんですよ。で、拓展開っていうのはその緊張状態の一瞬ふっと抜けて緩んだような状態というのを表すので、確かにこれが事情説明の中の事態とね、やっぱりその考え事しててってまさしくそれで、全身頭のてっぺんからつま先まで緊張してる状態の頭だけ振って緩みましたっていう毛でもあるわけなんですよね。だからまあ言ってることは確かに考え事しててってのはその通りかと思うんだけど、厳密には考え事してたんじゃなくて本当に一瞬気抜いたっていうことなんだろうっていう気がします、この毛からいくと。だから考えていた、考え事をしたって言うんだけど、むしろ逆にずっといろんなことを考えて緊張状態だったのが、なんかふってこう、まあ意識飛んだわけではないけども、緩んじゃったっていうのが正解じゃないかなって気がしますね。なるほど。で、まあね、幸いにというか、死傷者は出てないんですよね。うん、そうですね、怪我人とかはいらっしゃらなかったみたいで。だからまあ不幸中の幸いなんですけれどもね。で、まあ交通事故は年がら年中いろんなところで起きてはいるんだけど、まあ、当事者がたまたまこういう方であったということとか、それこそタイミングっていう点で、まあ、非常にこう取り上げられているわけですけども、まあ、ある意味お気の毒だよなというところでね、芸能人ですので休むわけにいかないんだろうけど、はい、こういう状態になっちゃったらやっぱ本当は休むべきですよ。ちょっと休養取るべきですよ。ずっと、緊張が抜けないんだろうなっていうふうに一言ながらちょっとね、かわいそうになって思ってしまうわけですけれども、ね、まあまあそうかもしれないですね。なんかその同じ事務所内にいたらね、まだ、まあ、再結成というか、またね5人で一緒にっていうものももしかしたら望みあったのかもしれないけど、なんか辞めるっていうふうにもう正式にね発表されて、ああもう二度とっていうようなことで、なんかいろいろね悩んでというかっていうのもまああるんだろうなと思うじゃないですか。結局のところ何を考えていたのかって言ったら、その何になるんですか。いや、今長谷川さんはそういうふうにうまくまとめようとしたんだけど、でも俺はこの件では実はその解散とかメンバーが離脱するとかっていうのは考えてる範疇には入ってないと思います、そういう話は別だと思います、だから、本当に普通にただただこう注意深く普通にこう運転集中してたんだけど、
なんかもう疲れかなんか知らんけど一瞬抜けたと、それぐらいは真相からなんか考えてたんじゃなくって、うんうんうん、抜けた抜けた抜けた、なるほど、ね、というあたりが真相じゃないかなと。あ、そうなんですか。で実はあの事務所関係の云々は、あんまり多分動じてないんじゃないかなという気がしますけど、これ意外なあれです。誰もがやっぱねそのことでと思うところを、まあ、ある意味もうそのほら昨日今日の話じゃないじゃないですか、はいはいはい、ずっとあった上の形なんで、うん、まあいつかこういう日が来るとは思ってましたぐらいの感覚だと思うんですけど、ね、なるほど、うん、なるほどなるほど、急な話ではないんですよ。とっても時間かけた話だから発表は急激に見えるけども、まあある意味当然の推移というかね、そういう形だと思うんです。範囲内だとあれですね、うん、ほうほうほう。だからあのその辺の憶測は俺は違うんじゃないかなと。ああ面白いじゃないですか、うん、なるほどね、思います思います。あ、うん、分かりました。はい、ということで、はい、本当にくだらねえな面白いですね、はい、はい、ということでね、ありがとうございました。